お世話になっております日本の人口増加を目指す男藤井です皆さんこんばんは今日もよろしくお願いしますライブ配信でお届けします今日作りました資料ですね、えー、今日あのー、作っていてね、まあ、これはというようなあグラフがまたできましたのでシェアしたいと思いますはい。なかなかね、えー、こんなに、まあ、顕著なグラフって、えー、巡り合わないんですけれどもかなりはっきりと おっと思うようなグラフができましたので、ご紹介させてください。はい、皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。いつもお世話になっております。はい。そしてですね、あの、まあ、私自身、今回、皮膚がテーマなんですけれども、あの、この観点持ってなかったので、調べたことなかったんですね。この皮膚に関する何かデータを、 見てみようということはなかったんですけど、今回ね、あのまあ、ちょっとした、ね、発見かなと思っておりますけれども、はい、盲点でしたね、はい。こういうことになっていたということでござ、はいます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、お疲れ様です。入ってみましょう。はいまあ、皮膚関係の死亡数を調べていましたところ、えー、顕著なグラフができました。で ま、今日ですね、あの、まあ、初めて見てくださる方はね、何のことかって感じだと思いますけど、あの、私死亡数などをね、調べているんですけれども、なんでこんなことをしてるかっていう、ま、背景などは、後ほどですね、あの、本題の後にお話ししたいと思います。はい。はい、こういう死因があるんですね。死因で、皮膚及び皮下組織の疾患という、そういう死因があるんですね。はい、皮膚。 および皮下組織の疾患。これ人工動態統計というですね、厚労省が出している統計をもとにですね、数字を僕がね、打ち込んでグラフにしたものをね、今日お見せするんですけれども、まず、これね、僕ちゃんと説明できないんですけれども、そこはちょっとお許しくださいね。皮膚および皮下組織の疾患ってね、何、えー、だと、これが死因って何だっていうことなんですけれども、これも調べていくとこういうですね、まあ、いろんな、あの、 細かいね。こっからさらに分かれるみたいな話でね。えー、いろいろ出ていますね。はい。この辺の説明僕全くできないんですけど、これも厚労省の資料の一部ですけどね。皮膚及び皮下組織の感染症とかね。ねえー、水疱症とか。はい。あとね、もうね、本当にもう、あの、読み間違えちゃいそうでね、怖くて言えないようなものもありますけれども、こういう、はい。まあ、皮膚関係。で、えーまあ、死亡まで至ったということですね。 はい、死亡数ですからね。はい、で、えー、ちょっとですね、あの、一応言っておくとですね、あの、こういう項目もあって、あの、体重方針は除外ですと、この項目には入らないというふうにね、えー、そういう一文がありましたので、それもお伝えさせてください。ちょっとね、あの、メインチャンネルで最近取り上げた手前ね、えー、ミスリードみたいになってしまってもいけないかなと思って、はい、こういう表記がありましたので、はい。はい、死因、えー、皮膚及び、 皮下組織の疾患、グラフにしました。縦軸が150人からですね、400人という1ヶ月ごとのグラフでございます。今、2017年だけ、この薄い水色で出しております。割とあんまり、あの、季節の影響をね、そんなに受けずに、コンスタントなシーンなんだなと思いました。結構ね、冬場に多くて、夏場少ないみたいな、そういうシーンもね、よく見受けられますけどね、そういう、 ことではなくて、割とコンスタントですね。はい。あ、ちょっとね、大きくしましょうか、グラフの方をね。私の顔を出すよりはという感じで。はい。じゃあ、2018年、参、ま、りますね。はい。はい。はい、2018年、こんな感じでした。まあ、前年よりはね、増えていそうですね。そうですね。はい。まあ、一部、あの、重なるところもありますが、えー、前年よりは増えていますよね。 2019年、グレーですね。はい。こちらはね、まあ、ほぼ、もう、全2年と重なる形で推移しております。はい。重なっております。2020年ですね、黄色。はい。この重なってますね。重なってますね。はい。だから、すごくね、あの、上昇傾向にね、あるとか、毎年毎年、コンスタントに増えてるっていう感じでもないですよね。結構集中していますね、この4年間。 で、2021年、青でございます。はい。うん、まあ、ここも多いですよね。まあ、重なる部分もありますけれども、もう、これまでの4年間と比べて、えー、過去最高値となってる月がね、多いと。思いますけどもね。はい。そして、えー、2022年、赤で出します。ここですね。ポイントはね、赤ですね。はい、こちら。 これ多いですよね。なかなかね、あの、こういうグラフって出ないんですよ。いろいろ調べてますけど、もうコンスタントに過去最高をね、記録している。まあ1月は違いますけれどもね、こういうのはなかなかないですよ。はい。皮膚及び皮下組織の疾患ということで、2022年ね、コンスタントに毎月毎月過去最高を更新しているということになります。 まあ、このね、分母、死亡数自体はね、死因の中ではそんなに大きくないので、私が普段取り上げてるね、死者激増のね、あの、要因だという、そういう観点ではないんですけども、個別に細かく見てみるアプローチも今、いろいろしている中で、はい、この死因はね、えー、これはと思うようなグラフができたので、紹介させていただきました。そしてですね、はい、ちょっとコメントを皆さんね、いただきながら、はい、増えましたよね、ね。 まあおかしいなって思うぐらいね、こういう違和感が大事だと思うんですよね。ここから何かね、ヒントになれば、僕はね、これ紹介するぐらいしかできないんですけれども、何かね、ちょっと専門性持った方などがね、こういったきっかけで、えー、もっと何か調べてくれたらいいななんて思うわけでございます。はい。そして、えー、今、2023年の3月までこの死因が、 発表されています。つい先日3月の発表があったばっかりなんですけど、えー、2023年を緑で出しますね。はい、こちら。これもね、はい、これも含めて伝えたかったんですね。はい、2023年も、ね、ずっとこれまでと比べたときに、えー、まあなかったね、数値で、えー、グラフができておりましたので、はい、またこれはね、4月以降要チェックという感じで、 えー、ね、あの、チェックリストにね、入れておかなければな、というところです。はい。そして、えー、皮膚の死因。死因に皮膚が入っている死因というのは、まあ、百何十個かね、あの、厚生労働省が発表している死因の中で、皮膚が入るのは二つだけなんですよね。で、えー、もう一つがですね、皮膚の 悪性新生物。つまり、癌ですよね。まあ、皮膚、癌で亡くなった方というのも一応ね、調べてみました。皮膚がテーマということで。はい。そうですね。皮膚科の先生にね、えー、何かね、見解を。うん、まあ、ちょっとね、YouTube だとあれなんで、ね、あのー、これ調べたきっかけとしましては、 皆さんも何かネットでね、ちょっと皮膚がね、あの大変なことになってしまってる、そういう映像、ね、割とこの数年見たことありませんかね。そういうのとちょっとね、何かね、あんまり僕もね、あの、そっちばっか考えちゃいけないとは思いながらもね、えー、なんかね、感じるところはあるなと思ってお伝えしてるっていうのも正直あります。でも原因はね、ほんとわかりませんからね、フラットに見ていただきたいっていうのはありますけれども。はい。はい、皮膚癌ですね。皮膚癌が,がどうなっているかでございます。 はい。はい。えー、先ほどと同じように、2017年を出しております。はい。えー、こちらね。数が先ほどより少なくなりまして、100人から180人の縦軸です。はい、2017年、水色ですね。えー、で、2018年が代々ですね。はい、こちら。まあ、ほぼ同じって感じですかね。2019年がグレー。 はい。まあ、多いですね。えー、この6月、7月あたりと。またね、11月、12月あたりね。これもかなり多いなって感じますね。このグラフだとね。2019年多いなと。えー、2020年。はい。黄色。はい。まあ、今までにね、ちょっとね、埋もれる形ではありますね。2021年が青。はい。こちら。まあ、ね、そんなに増えてるという感じではないですよね。今までの。 グラフに埋もれるような形で出てきました。はい。2022年が赤で出しますけれども、こちらです。はい。どうでしょうか。まあ、あの、増えてはいますけどもね、あの、かなり、これまでと比べて上の部分を推移していますしね、過去最高とか、こういったとんがりもありますけれども、まあ、先ほどのようなね、あの、顕著ではないですよね、今のところね。まあ、増えてはいるけれども、って感じですかね。 ただ、ただですね、気になっちゃったのがですね、これね、やっぱり2023年なんですね。今回の2つのシーン。2022年もそうなんですけどね、こちらですね。はい。3月まで上がってますけど、2月3月がまあこの位置に来ました。はいまあ、これまでの傾向から言うとね、あの、これぐらいはねあの、別にそんなにおかしくはないという見方もできるかもしれませんね。あんまりこう、 ね、変だ変だ、触りすぎるのもどうかなっていうのはありますけどね。はい。後で話しますけど、ただ、この2月3月がね、ちょっとした僕の引っかかりがあるんですよ。はい。それ後でお伝えします。はい。まあ、こうなっておりました。まあそうですね。まあ、増えてる感はね、えー、増えてる感は、ね、増えてる感はありますねとかね、まあ気になりますねっていう。こちらに関しては、それぐらいかなと思いますけれども。はい。 はい。で、先ほどですね、あの、あの、X、ツイッターでアンケートをさせていただきまして、えー、ちょっとガンに関してね、皆さん、あの、今日、皮膚ガンもね、扱うということで、えー、質問してみたんですけれども、え、2022年、後でちょっとグラフも出しますけど、日本では、前年比でね、2021年と比べて、え、12万9000人という異次元の大量死。これはコロナではね、とても説明できない。 ということが起こりました。ではですね、2022年の癌による死亡数について皆さんにお伺いしたんですよ。はい。あれ、だってね、癌って日本人の死因の中でね、もう一番多いのが癌ですんで、だいたい年間でね、40万人近く亡くなります。うん。だいたい亡くなる方のね、4分の1ぐらいが今ね、癌、まあそんな割合ですけれども、 で、2022年死者がものすごい増えたので、まあ、癌がね、じゃあね、それに伴ってね、まあ、増えそうなものかなと思うんですけれども、まあ、例年と比べた時にね、どういった認識をお持ちですかと、最も考えに近いものを選んでくださいということで、はい、まず、ガン全体の死亡数もね、かなり増えたんじゃないかという意見がね、まあ35、35%ぐらい、3分の1ぐらいありました。癌の死亡数はほとんど増えていないんじゃないかというのが、 5.1%、5.6%ですね。で、ガ全体はね、そんな増えてないけど、特定の癌ンが顕著に増えたというのが28%。あとね、まあ、これを選んだ方はね、やっぱりあんまり質問にピンとこなかったり、あの、よくわかんないなというところでね、答えられたんだと思いますけども。はい。というわけでね、まあ一番多いのが、あの、も増えてるんじゃないかって、まあこれ普通そう思うと思うんですよね。はい。実は、まあ実際に一番近いのが、 この、ね、28%のがんは、えーまあ、それほどって感じですね、増えてはいるんですけど、それほど増えてないけど、特定のがんがね、えーな,まあ、なぜか増えたみたいな感じなんですよ、はい。ちょっとそれもね、触れておきたいと思います。はい、まずあの、がん全体の、これ、死亡数ですね、新生物ね、えー、がんですね、これも厚労省の統計、えー、数字から取っておりますけど、2011年から調べてみました。 縦軸が35万人から、ね、40万人なんですけれども、こうね、もう毎年毎年ね、コンスタントに前年をね、まあ、数千人上回るっていうのが、まあ、ずっと続いてるのはね、癌なんですけれども、はい、続いている中で、続いている中で2022年は、まあ増えてはいるんですけどね、あの、うん、まあ、だからそれほど増えていないという、ね、あの死者がものすごい全体的に増えた中で、 それにつられては増えていないという、まあ、そういう意味なんですけども、まあ例年の傾向をね、踏襲するような形に過ぎないかなと、個人的には思いますけどね。はい。まあそういう中でですよ。そんなに増えていない。うん。だから、まあ13万人ぐらい死亡数が、ここでね、日本人自体増えたので、がんがそれなって、それに伴って増えるんであれば、どれくらいかな、だから4分の1ぐらいだから、3万人とかですよ。 ここでね、3万人ぐらい増えるっていうふうに、僕は考えちゃうんですけどね、だから42万5000人になっちゃうとかね、ここはね、こっち突き抜けるぐらいに、あと全体がものすごい増えたんだから、思うんだけれども、全然そんなことなくてね、が、ま、ん、あ、はあの例年並みの増え方だという意味です。はい。あ、そうそう、だからあのよくね、がんがね、進行が早くて亡くなる。 方が増えてるというご意見ありますけど、統計上はね、それでがんがね、あの実質の中身は分かんないですよ。早く進行して亡くなる方がいらっしゃるかもしれないけど、死因だけね、亡くなった方だけ見ると、がんが増えてるというの,いうのはね、あのまあ、ミスリードっぽくなっちゃうなと思うんでね、あの気をつけなきゃいけないなというのは、あの考えてほしいなというところではあります。が、は、ん、い、全体の、ね、死亡数は、まあ、それほどは増えていないんですよ。はい、で増えた癌といえばね、 これ、あの、先ほどコメントでもいただきましたけどね。あの、癌の流れでちょっとお伝えさせてください。はい。こちらですね。えー、乳房なんですね。えー、はい。乳房といった方がいいんですかね。悪性新生物、いわゆる乳癌ですね。はい。これも厚労省の統計から数字を取ってね、グラフにしましたけれども、でこれ今もう一気に、 2017年から2021年までの5年間をね、もう出してあります。はい。で、割と、あのー、集中しているようなね、あの状況ですけれども、はい。で、縦軸が1100人から1450人ですね。で、えー、これもね、なかなかね、さっきの最初のね、グラフみたいな、もっとわかりやすいかもしれないけども、こちらですね。はい。2022年、赤。 これは皆さん分かりやすいでしょう。まあ、この3月かね、ああのまあ、5月ぐらいからのね、この、まあ、開きっぱなしなんですよね。これは何か起きてますよね。あの、違和感、ね、不自然さを感じますよね。やっぱりこういうところからですね、あの、何かね、やっぱ調査なりにね、えー、きっかけになればなという思いあるんですけどね、ほんと僕は、あの、これを伝えるぐらいしかできないんですけれども、はい。 うん、まあちょっと、あとね、やっぱり専門家の先生に聞くとね、まあ、いろんな見解いただけるわけだけども、今日はちょっとそういったこともね、あの言えませんけど、YouTube なんで、2023年が、緑3月までね、発表があるんで、こちら。はい。はい。えー、乳がんはですね、2月3月はね、まあ1月多かったですけど、今年。2月と3月は、まあ前年並みですね。まあ3月に関しては前年が多いから、多いですけどね。まあ、ここで結構、あの、 まあ、過去最高ちゃあ過去最高にはなってますが、はいうん、こういうねえぐるような感じにはなってます、はい、少なくはないんでしょうけどもね、まあ、コンスタントに多かった流れからするとね2月はちょっとね下がってるなというふうな印象ではありますね少なくはないんですけどもね、はいまあ、何かあるでしょうでもねこの8えっ、ー、と2022年のね、まあ、3月5月ぐらいからのね開きっぱなしっていうのはね、うん、こういう問題意識を持ってね とにかく調査をしてほしいという思いでやっております。僕にできることはこうやって事実を調べて伝えること、ね、やってきておりますけれども。はい。じゃあですね、あのー、まあ、これ、いつも見てくださっている方にとってはね、もう耳にタコだと思うんですけれども、日本全体の死亡数についてお伝えさせてください。僕がなんでこういったね、まあ、細かいところを調べてね、お伝えしてるかっていうと、全体の死亡数がもう、もう本当に異常なね、謎の大量死が起きてしまっている。 コロナでは説明できませんからね。それをね、もうくどいかもしれないけれども、説明させてください。はい。えー、こちらは2010年からいきましょう。今回はね、2010年から、えー。縦軸が9万人から17万人までの縦軸で、1月から12月の日本全国の全ーンですね。全部の死者のグラフですで。日本ね、1月が多くて。 12月も多いというね、寒い時期に死者が多いっていうのは、一つのパターンなんですけども、これを一つベースとして、えー、だんだんと、2011年、2012年と出していきますね。はい、2011年こちらね。はい、2011年は、3.11の東日本大震災がありましたので、このあたりね、3月でしたから、このあたりの開きが、そういったものの影響かと思いますけども、2012年、緑。はい。来ましたね。はい、ありがとうございます。藤江グラフ。 ございますはい、フチエグラフ。また、また、またやってます。はい。2013年、紫。あ、すみません。えー、2013年、紫。はい。あ、間違えた。<laughs> すみません。あの、えっ、ー、と、はい。ちょっとね、えー、キーボードを打ち間違えてます。すみません。2013年、紫。はい。2014年、水色。 2015年、代々。はい。2016年、紺色。はい。2017年、えんじ色。はい。だんだんとですね、重なりながらもね、ちょっとずつ上に来てますね。これは高齢化している日本において、前年より死者が増えるというのはね、まあ、当然なので、ちょっとずつですね。このちょっとずつって感覚をね、つかんでほしくて、いつもここからお話ししております。2018年、緑。はい。ちょっとずつ上に来てますね。2019年、紫。 はい。上に来てますね。ちょっとずつ。2020年が青。はい。まあね。ちょっと埋もれる形。前年より下増え、減ったんですけどね。2020年はね。2021年が紺色。はい。ここでね。はい。ここで、ちょっとこれまでにない開きが、はい。4月ぐらいからね、始まっておりますね。5、6、7、8、9月あたりまでね。まあ、その後も多いですけれども。 この辺がね、真ん中辺が、やけに開いてからの、はい、2022年がね、墓でございます。はい。うん。はい。2月と3月、すごい開きが起きたわけでございます。何なんでしょうか。この時から僕はね、発信を始めました。このね、死者が増えてるからね、えー、調べてくださいということですね。原因を調査してくださいよと。ね、政治家の方、お願いしますよという思いです。 はい、そして、4、5、6、7は、まあね、えー、前年より増えてはいますけれどもね、2月、3月までな、大変な差はないですね、とりあえずね。で、次、8月ですね。で、8月またこういう、とんがりができてで、9月、10月、11月も開きっぱなしからの、で12月ですよね。<laughs> いやー、おかしいですね。こう、何回見、自分で見てもね、自分で作って、自分で、こう、言いながらもね、 本当におかしいですよ。はい、あのね、もう僕の役目はこれで本当は終わりでね。まあ僕がやる立場でもそもそもないんですけど、これで調べてくださいでいや、一生懸命調べるということをね、政治、行政がやってね、本当は終わりですよね。えー、なんでなんだろう。で、2023年になってもね、1月ですよね。びっくり。はい。はい。この点が1月の死者数です。 こんなとこ来ちゃうんですよ。こんなとこ来ちゃうんですよ。で、えー、5月までね。今年の5月まで分かっていまして、こんな感じになってますね。はいまあ、2月、3月は、えー、前年より下に来ています。はい。えー、けど、ね、例年よりは多いですね。2月、3月まだ多いでしょ。で4月と5月、緑見てくださいね。はいまあ、前年よりは多いですけどね。まあ、ここはちょっと激増。 みたいにはなってないかもしれませんかね。ちょっとね。どうなんだろう。でも例年と比べればまあ多いのは間違いないですけれどもね。はい。うん。とりあえず1月とんでもないのが起きて、えー、一旦ね、決して少なくはないですよ。むしろ多いんですよ。多いんだけれどもね。もうすごい激増みたいのが、一旦はちょっと止まってると。感じですね。はい。おかしいですよね。皆さんね。おかしいですよね。ね。恐ろしいですよね。 何回見てもね、本当に。私も何回も見てますけど、本当におかしいと思うんですけど。これがほったらかしなんですよ、皆さんね。そして、えー、ちょっとね、あの、いつも最近講演会でこちらの画像も使わさせてもらってますけど、あの、5月の6、あ今年の6月の12日にですね、えー、原口和弘議員が国会の中継が入ったね、委員会でこちらのグラフをね、 はい。テレビで流してくださいました。はい。まあね、ずっと一年以上ね、もう大変だってことを言っておりますけれども、もうこうね、グラフ使っていただけたのが一つのね、私としてもね、あの、うん、まあ成果と言えるもんじゃないですけれどもね、あの、まあテレビにも載ったというのが、あの、はい、ね、あのこれ喜、喜ばしいことでは全然ないんですけれども、うん、なんと言っていいやらですね、はい。なんて言ったらいいんでしょう、この時ね。 はい。というわけで、えー、今日ですね、あの、お伝えしたのが、皮膚なんですけど、死因ですね。ちょっと見てほしいんですね。あの、この2月と3月、これ全国ですけどね、全国の、あの、全死因ですけど、全死因ですけど、えー、2023年の2月と3月は、前年よりは減ってますよね。ここ僕もまたね、ちょっとポイントかなって思ってまして、死者は減ってると、前年より。 だから、多くの死因も減るはずでしょ、皆さん。全体の死者が減るんだから、それに伴って、多くの死因は減りますよね。全部の死因が増えたらね、当然、赤より上に来ちゃうわけだからね。多くは減るわけですよ。でも、その中で、ね、死者が増えてる死因もね、あるわけですよ。今年の2月3月が、前年の赤の2月3月よりね、増えてる死因もあるんだろうと。 で、そこになんかやっぱね、ヒントがある。ね。違和感がある。不自然さがある。っていうのがね、私のまあ、仮説としてあって、で、それで調べてる中でですね。はい、そうですね。全体の死亡数がね、減ってはいます。この全体の死亡数。今年の2月3月は全然より減ったんだけれども、その中で増えた死因が何かのヒントになればという思いで、で、今日の話なんですよね。え、はじめに戻りますけど、皮膚及び、皮膚、 あ、皮下組織の疾患というのが2月と3月がね、はい。全体の死因はね、この緑が赤よりね、下に来てるのにこう増えちゃってるんですよね。これが引っかかりです。そして同じく、はい、悪性新生物、皮膚の皮膚癌ですね。はい。これも2月と3月がね、まあ、数字はそんなに大きくないんですけれどね、こちらに関しては特にね、はい、こちらに関してはあんまね、こう下げすぎない方がいいなとは。 自分自身思ってますけども、こういうグラフができてしまったので、今のところね、まあ、何かの気配を感じるという感じですけど、ここに関してはね、はい、お伝えさせていただきました。はい、あ、以上となりますね。えー、ありがとうございました。はい、今日は、えー、何かのグラフを出しながら、ちょっと皆さんのコメントを読ませさせていただければと思います。 はいこれですかね。今日はね、皮膚ですからね。うん。はい。この観点はなかった。この観点はなかった。はい。はい。死因を細かく見るのめっちゃ大変です。もうね、ほんと目がね、目と頭がね、はい、もう今日はこ人数ずっと座りっぱなしで一日過ごしましたけれどもね、まあ、こういったのを作って調べて、まあ、他にもいろいろね、自分なりには、おっと思うものはありましたので、まあ、順次。 お伝えしていきたいと思います。うん、あと、もっと細かく言うと、ね、そこまでとてもできてないんですけどね、これはやっぱ年代別に見るとまた何かの発見があるかもしれないなという思いはありますね。はい、それがまたね、すごい大変な作業になっちゃうんでね。うん、どの年代の方がね、例年よりね、まあ、増えたのか、あるいは減ったのかっていうのをね、ちょっと年代を絞ってみたときに、何かのね、感じるところ。 新しい仮説が立てられる要素がね、あるかもしれないというのはあります。ね、えー、そこまでいければ。とりあえずちょっとシーンを今細かく見るということをやってます。気になるシーンがね、パラパラとは出てきますね、やっぱね。あ,あとね、今日、やっぱり、この中でね、乳がんはね、本当に間違いないんですよ。間違いないっていうのは、あの、まあ僕もね、慎重にね、これは増えてるように思いますね、なんて申し上げたりしてますけど、 あの、癌はそれほど増えていないですね。例年並み、さっきのグラフね。だけれども、あの、乳癌が,がもう顕著に増えてるっていうのは、あの、癌の中でもね、本当に、あの、抜きに出てるんですよね。え、ね、え。あの、この癌の中で顕著なものを一つあげろと言われたらね、もう間違いなくね、あの、乳癌んなんですね。これはもう間違いがないですね。ええー、だって、あの、えっとね、前年との死亡者数のね、えー、数、 実数見ても乳がんが一番多いです。いろんながんがね、何十個の部位によってね、えー、いろんながんの死者数が分かりますけどね、乳がんが一番増えてます。かつ、前年と比べた時の割合も増えてます。一番増えてます。そして、ちょっと乳がんの話してるから、乳がんの画面の方ですね。そして、乳がんがなんで増えたのかっていうね、アプローチに移ってほしいんだけれども、<laughs> はい。 そして、えー、こんなにね、皆さんね、あの、コンスタントに毎月各更新をね、えー、前年とかとね、開きながらね、更新するなんて、ま、まずないですよ、こんなことね。はい。他のがんとかでこんなことなりませんから、もうコンスタントに増えてるという点もそうだし、もう、いろんな観点からね、もう、間違いなく乳がんはおかしいですね。えー、がんの中でね、一つおかしいものをあげろと言われたらね、 の、これ、乳がんと答えないといけないというレベルですね、はい。間違いなくおかしいです。はい。ちょっと山中先生からね、コメントをいただいておりますけど、ちょっと画面に表示させるのは控えますけどね、そういうね、えー、見方がね、えー、できるんではないかなというところですね。はい。うん。そういったものをちょっとね、感じ取りながらですね。はい、そういったものぐらいにしておきますけれども、言葉としては。あと、どうしよう、皆さんね、皮膚も、ね、 どこまで言っていいんだかですけどね、これは分からないですよ。分からないけれども、さっき言った通りね、いろんな画像でね、皮膚がね、まあ、大変なことになってしまっている方々の、えー、画像で見たことはあります。このね、数年の流れの中で。えー、そして、ね、あのー、ね、えー、皮膚のね、まあ、え炎症なりね、あのー、悪化してしまった方のね、 あの、組織を取ったらね、はい。まあ、あるものが出てきたって話もね、皆さんだったら分かる方多いかもしれないけど、そういう話もありましたよね。はい。まあ、そういうところはね、あの、僕は分からないけれどもね、関係があるのか全く分からないですよ。もうでも今の時点でね、あの、そういったところをね、繋げてしまううっていうのはちょっと言っておきます。これは大きなミスリードになってしまったらいけないと思うんですけれども。まあ、あの、だからそういう観点もあるから調べたっていうのはありますよね。 すごい死因ね、ものすごい百何十個多分あると思うんですけど、全部こうやってね、過去何年かのグラフにして見てるわけではないんですけれども、はい、あ,あらかだったね、ちょっと目星つけてね、もしかしたらこれが増えてるんじゃないかというものがあって、えー、調べてみて、で、本当にレアケースですよ、ここまで顕著なのはね、ああの今乳がん出しちゃってますけど、なので、はい、ただミスリードはしなきゃしちゃいけないなという思いがあります。 まあ、くれぐれもね、皆さんも慎重に、はい、これをね、どう捉えるかっていうのはまた難しい問題ですので、それが怖いっていうのは最近ありますね。私が言うと、私もそういうふうに思ってもいるんだけれどもね、うん、あの、何かのね、せいでこうなってんじゃないかなっていう、一人歩きしちゃうことがね、えーまあ申し訳なかったりね、ちょっと自分の意図とはあまりにも違ったりするとね、あのグラフが一人歩きしちゃうっていうのは怖いなっていうのは、 あるんですけど難しいところです、ね。はい。うん、皆さんもね、えー、あ、浩二さんね、あの気を遣ってくださってるんですかね、えー、やっぱり外出自粛でね、皮膚が弱くなった可能性があるんじゃないかということで、うん、あの先日のライブ配信の流れで、はい、おっしゃっていただいていると思うんですけどね。はいはい あの、YouTube にね、流せるようなコメントをいただきまして。ありがとうございます、工事さん。工事さんはもう、気を使ってくださってますからね、皆さんね。はい。ありがとうございます。うん、皮膚のどの部位かってのまでは分からないですね。ねうん。だから、そうそう皮膚で、どうやって死に至るまでっていうね、いろんなパターンがあるのかもしれないけど、そういったことはもう、まあ、ほ本当全く分からないから、 これを踏まえてね、また、うん、専門性を持った方々が、ね、取り組んでほしいなという思いですね。はい。まあ結構ね、そのグラフをね、最近いろんな方がね、国会だけじゃなくて使ってくださってますから、うん、とりあえず出しとけばね、えーうん、ミスリードはしちゃいけないとは言ったけれども、誰かがね、あの、おっと思ってね、えー、これ、ね、それのね、見解などを補足してくれたらいいなっていうのは。 思ってますし、またね、あの、専門家の先生方とお会いするときはね、一つのテーマとして、また、あの、聞いてみたいなと思うところですけれども。うん。あ、あの、小島先生の本ね、私も買いました。はい。まだ、あの、熟読とはまでは、ね、熟読と、 熟読等まではね、言ってませんけども。はい。もうちょっと全体図をね、まず掴んでみてるかなって感じですね。結構ね、厚い、そう、分厚い本ですよね。かっこいいね、シックな想定でいいですよね、ああいうこと、ねうんあ、これゴミアタクタさん、本当ね、その通りで、YouTube の制限がね、僕は、うおかげですごくね、話し方をね、 あの慎重にならざるを得ないんで、はい、あの慎重になりますよね。それねってことはあの、結果的にね、あ,のあんまり、あれなんですよあの、批判されるようなね、突っ込んだ話ができなくなっちゃうんですよね。あのもしかしたらいい面かもしれません。あのもう自然と、まあ、いい面って言っちゃうとね、褒めるみたいで悔しいけれども、あの僕が話す上で、えー、ね 僕はもっとこう思ってんだみたいなね。具体例もこういうのもあるじゃないかみたいなことを言っちゃうと、そこはあの僕の、ね、思い込みかもしれないじゃないですか。本当に確かなものしか出せなくてね。自分の主張もできないという制限の中でどう伝えていったらいいかっていうのは多分ね、あの僕が人に伝えることのスキルとしてはね、すごくあの鍛えられてると思,思いますね。はいあのうん、ただただ事実ベースで伝えて、 えー、皆さんに考えてもらうっていうことでしかね、伝えられなくなってしまってるんで、僕のなんかね、想像なり、こうね、あの、挟む余地が YouTube ではないので、えーうん、逆にあれですよね、あの、本当にいい面もあります。おっしゃる通りなんですよ、それ実はね。うん、でも、皆さんとしては物足りなさもあるかもしれませんね、その、ここでね、もっとズバッとね、うん。 ああいうね、ものがね、えー、ああなってね、こういう風になってんじゃないかみたいなね、ことを言ってほしい方もいらっしゃるかもしれないけど、いやでも、まあ確かに今回はそうも言えないしね、これも言えないし、うん、いい、いい面もありますよね、うん。確かに。でも、だからね、やっぱり、僕のような発信スタイルの方って改めて見るとね、いなくて、最近自分ベースで考えちゃうから、 いろんな方がね、言論をね、言論人の方がおっしゃるじゃないですか、うん。でも、一時情報とかね、見せてくださらないんですよね、基本的にね。えー、こういうふうにあれ言ってるよ、みたいな感じで言うんだけれども。だから僕はね、そこで一時情報どこにあるのかね、えー、教えてほしいなって最近思っちゃうんですよ。自分がそうしてるからね、とことんそれで最近やってるから。あちなみに今日はですね、まあ、グラフにしたのは僕ですけども、数字は厚生労働省。 の人口動態統計月報で、えー、この動画の説明欄にリンク貼っております。あんまりね、あ僕も説明欄にリンクありますっていうのを、配信で言わないかもしれないですけど、基本的にはあの中心となるデータというのは、あの動画の説明欄に基本的には時間がある限りですね、貼るようにしていますんで、あのそこからさらにチェックしてみたいという方はね、えー、見てほしいなと思います。ただもう、もう資料があちこちにね、散らばってるから、あのこのチェックをするというのも大変だと思うんですけれども、 はい、あまあ、あとね、あの言っとくと、じゃあ数字の間違いとかどっかあるかもしれませんね。うん、手作業でね、映、えー、してますから、厚労省がね、この月に153人だったんだって。153人って言ってね、じゃあそ,その次の月がね、えー、どこにあってってね、画面変えて、あ、ね、160人だって打ってるからね、あの人間がやることだから間違いがあるかもしれませんけど、はい。うん、まあ、その YouTube のおかげで僕のこの発信スタイルがね、 ちょっと今日 YouTube 褒めすぎですね。まずいですね、はいあの。発信スタイルはね、YouTube のおかげですね。はい。使っていただければと思います。スクショをぜひね、使っていただければと思います。あの、大歓迎ですね、僕は。はい。あの、多分ね、あの、スクショして広めてもらうためには、あまあ僕もね、顔を抜いてスクショ撮れますから、ね、皆さんね。それぐらいはできますかね。入ってて大丈夫ですかね。うん、あの、 ここにね、なんか、藤江とかってグラフにね、藤江とかって入れたい気持ちもちょっとあるんだけれども、多分ね、多分そういうの入ってない方が皆さん、シェアしやすいかなと思ってね、はい、あの、シェアしてほしいなという思いでなんか、あの、フリーな感じで出していますんで、使っていただければと思いますよ。 コスラジさんね、最近またね、あの、死者が増えてるというグラフをですね、えーそこ、ま、まさにね、こういったものをね、チラシにしたものがあるんですけどビラにしたものがあるんですけどね、コスラジさん、いろんなところで配ってくださっております。お疲れ様です。暑い中ね。えー、今日もですかね、新しい色がアップされてましたよね。はい。またね、ちょっとビラ配りというテーマでも一つ動画を近々作ろうと思っています。はい。なかなか、取り掛かれていないんだけど、 こういったことをね、まあ、これはちょっと難しいかもしれませんけど、全体の死者数が増えてるってことは、やっぱり街行く方にも伝わりやすいと思うんで、ビタにして伝えるっていうこともやっていきたいと思っております。ねえ、ダメなものをね、ダメと言えない社会はまずいですよね。ね、言えなくなってますね。言えなくなってますね。はい。言えなくなってるから、あの、 個人の意見が言えないですよね。あの、YouTube で、あの、何を制限されてるかっていうと、なんか自分でえ主張するとかね、断言をするっていうことをね、あのまあ、固く禁じられてるような感じなんですね。あの、あっち方向のね、あっち方向の発信についてね。だから僕、動画はよくね、消されるんですけど、最近も消されたんですけど、ね、あの、そうですね。 この一週間でね、二回消されましたよね。通、え、二、ー、26回目の削除と27回目の削除はありましたけれども、一本は復活したんですね。その時の反論が、うん、あのー、YouTube さんはね、消してきたけれども、あの、これはあ、あの、主張してませんよってね、僕、主張してませんよってね、数字を言ってるんですというような反論で結構復活することが多いですね。主張してませんよアピールですね。 今回も主張してませんよね。ね。今回は全く問題ないでしょうね。ですよね。これがなんかのね、あの、原因をですね。はい、まあね、えー、自分の感想になりよね、こういう可能性があるんじゃないかみたいなことを言っちゃうとダメでしょうね。これはわからないですよ、僕ね。わからないですよ、YouTube さん。僕わかんないからね。 はい、今来ました、いらっしゃいませ、えー。もうそんなには長くないかもしれませんけどね、あの本題は終わりまして、えー、今、アフタートークみたいな感じでお話ししているところでございます。そうですね、あの本当にグラフがね、あの私以上にね、結局話してくれてますよねっていうのを感じますね。この事実というものと、それをね一つの画像としてね、分かりやすく。 伝えるツールとしてのグラフっていうのをね、あの、私自身がすごい感じた一年でしたね。グラフの威力っていうものをね。で、おそらく、あの、こういうグラフも皆さん見慣れてきたんじゃないですかこの1月から12月までの横軸でね、で立ち軸がね、死者数とか数字ってね。だから多分ね、あの、これ全く見たことがない人は、本当に、あの、よくわかんないと思うんですけど、 やっぱりね、僕もね、繰り返し同じパターンの縦軸横軸でね、お見せすることで、あのね、慣れてもらうっていうのも実はあってですね、あの、だいぶ、あの、すぐね、グラフが広まりやすくなってるなと思うのは、あの、繰り返し、こういうグラフがね、出るようになってきてるからかなって思ってます。繰り返してます。でね、えー、最近はやっぱり赤が2022年でね、緑が2023年で出すっていうのはね、それぐらいはね、統一しておりまして、 あと、2021以降は割とね、えー、適当になっちゃってるんですけど、はい、赤がね、2022、緑が2023ということは、あの、なるべくね、統一してグラフを作っておりますんでね。はい。初めて見た方でも、これ繰り返して見ていくと、で、パッと見でね、赤がすごいなと、ね、緑もすごいなみたいな感じで、分かってくると思うんで、うん、初めてね、初めて全く見たことない方が見ると、すごいのかどうかわかんないってなっちゃうと思うんだけど、繰り返しやってきますよ、僕はね。 繰り返しの大切さをあ。もうしつ、しつこさですね。つまりはね、しつこさが大事っていうのは持ってますんで。本当にしつこくやります。だって1年以上やってますからね。死者が増えてる。死者が増えてるって。あ、ちょっと今画面の上にとてもとても、あれ、大きな、あ、天使さん。いやー、お世話になっております。ありがとうございます。お世話に。 ないすぎたかもしれません。恐縮です。ありがとうございます。もうコメントもなしで、もう、さっと、もう天使のような、まさにありがとうございます。恐縮です。ナイスパイいただきました。いただきました。ありがとうございます。ちょっと皆さんの、えー、遡ってですね。はい。はい。えー、あ、9月からのグラフが恐ろしいということでございますかね。はい。まあ、6月、7月あたりもですね、まあ、僕が思っていたような、もう、 急上昇みたいなことはね、えー、起きていないようですんで、どうなんでしょうかね。あの、まあ、それは本来いいことなんですけれどもね。またそこはハテナの部分です。ね。えー、調べれば調べるほど謎が出てきて、ね。えー、わかったかなと思ったら、あっちやっぱ違ったんだみたいなことがあってね。本当に答えが何なのか手探りですけれども。 あ、山中先生、患者さんにもね、グラフとか、あ、もしかしたら動画などをね、あのー、見ていただいているんでしょうかね。ありがとうございます。そうやってね、本当に使っていただけるのもありがたいですし、あのー、そういったことも実は想定してますんでね、えー、皆さんが見ていただいて、えー、誰かにね、紹介するのにね、えー、耐えられるような内容で、あんまりね、ちょっと過激であったり、ね、えー、しちゃったりね。はい。割と、こうね、あのー、 普段ね、結構ふざけてたりするんですけど、真面目な感じでやっておりますんで、ね、って使ってください。はい、チラシはですね、はい、チラシは、ああ、じゃあ、この動画の説明欄に後でダウンロードできるようにしておきたいと思いますんで、はい、しておきたいと思います。うん、この事実をね、一部の議員を除いて、 野党の議員もね、そうですね。野党の議員の一部の方ぐらいですよね,、はい、ね。政権与党からはね、この話が全然出ないですよね。死者が増えてるって話ですけどね。問題だから解決させなきゃって話がね、国会レベルでは全くないですよね、えー。何なんでしょうか。何なんでしょうか。感染者数をね、報道するんであればね、実際に亡くなった事実としての死亡数、このコロナの死亡数ってことじゃないですよ。はい 死亡数がとんでもないことになっているということもね。注意喚起が必要であれば、そっちの方がよっぽど大事じゃないですか。思うんですけどもね。やってくれないから、頑張って僕はね、できる限りやりますよと。あ、ナナさんからお気遣いの、はい、今ね、あの400名ぐらいの方がご視聴いただきまして、グッドボタンを押していただければという、ナーナさんが気遣っていただいて、僕はね、あまりそういうことを自分から言わないから気遣ってくださってます。ありがとうございます。 ありがとうございます。最近ね、あの、チャンネル登録お願いしますとかでもね、あの、昔は言ってたんですけどね、昔の動画振り返ると言ってたんですけどね、あのそんなこともねあの、言わなくなってしまいまして、はい、あの、もう、すべてもう任せたって感じですよね、皆さんにね。もう皆さんに。僕はもうこれをね、事実として伝えるものだけ用意して伝えるんでね、もう、それをどう思うかもですね、あの、登録してくださるかどうかももう、 もうね、えー、任せたって感じでやってますけど。はい。最近登録者あんま伸びませんね。やっぱりあのー、このね、えー、やっぱりコロナとかのね、えー、これは大丈夫ですね。はい、そう、コロナ関係の話っていうのはもうね、えー、皆さんももう過去のものになってきてしまってるんじゃないかなっていうのは感じるんですけど、ね。うん。それを、でも僕はね、あのー、新しいものに行かずにですね、もう、 ここに根を張ってね、もう伝え続けるということをやっているこうと思っております。はい。削除系 YouTuber ナ、no. ンバーワンといただいておりますけれども、実はですね、あの、僕27回削除とさっき言いました。でね、えー、26回削除というふうに確かね、おっしゃってた方がいらっしゃって、あの、のりたけけんたろうさんですね。えー、のりたけさんはね、心理カウンセラー、のりたけけんたろうさんですけれどもね、あの、やはり、 コただね、あの、森武たさんの26回とね、僕の27回はね、あの集計方法が違いましてね、一見ね、27回の藤江の方がね、あのすごいんじゃないかと、ね、一回勝ってんじゃないかと思うかもしれませんけど、実はそんなことなくてね、僕はちょっとね、あの、サバを読んでまして、僕は27回削除されて、で、YouTube にね、異議申し立てみたいのをしてね、再審査請求っていう、 あるんですけど、それで復活した動画が結構あるんですよ。ところ七、八本ぐらいかな多分ですけど。ですね。だから実質も消されたままになったのは、あの、二十本もないんじゃない,ないかと思います、はい。のりたけさんの二十六本は、あの、もう、再審査請求しても認められなくて、消されちゃったのは二十六本なんでね。ちょっとあの、のりたけ基準とね、不自由基準で違うんですけども、はいあの。なので、正直に言っておきますね。あの、消されてるのはのりたけさんの方がね。 実際に消されっぱなしになっているのはノリタケさんの方が上ですんで。はい、ナンバーワンはノリタケさんですね。そういった観点で。ちょっとね、あの、えー、人によって、ね、基準が違うというところでね、はい。何もね、水増ししてるわけではないんですけれども。消されたのは事実だなんでね、はい。あ、明日も、えー、藤江さんのグラフ T シャツ着て歩こうということで。そうですか。来てくださってますかはい。僕ももう毎日これですね。毎日これですね。もうこれ。 着なかった日がないっすね。はい。ちょっと動画、またね、で紹介できればと思うんですけど、あのー、これ黒と白ですね、えー、まあ販売してます。あの、僕が売ってるわけじゃないんですけどね、このグラフをね、T シャツにしてくださった、デザインしてくださった方がいて、えー、まあ2900円でね、えー、あのネットでも買えるんですけれども、あのー、最近僕ね、あの、無地のね、あの、紺色のとね、大、え、々、ー、色のシャツを買いましてね、 今度やってみようと思うんですけどね。これを、あとね、えー、データは、またね、皆さんにもあの手に入れられるようになってるんですよ。オープンになってるんですよね。このデータ自体もね。だから自由に作りたい人は自分で作ってくださいって感じで。はい、あのアイロンプリント用紙も買ってありますのでね。近々ね、あのこの色違いですね。黒と白以外のこのグラフをね、シャツをですね、えー、作るということもやってみたいと思います。はい、それも動画にしようかなと思ってます、はい。思っててやらないから、これで言ったらね、 やんなきゃって気持ちになるかもしれないなと思って今言ってます。はい、も誰も求めてないかもしれないけどね、ね T シャツを作ってみたい動画もやってみたいと思います。はい削除系ですからね、削除系 YouTuber と、自分で名乗っておりますのであ。あ、そうですね、うさぎチャンネルさん。今日はね、ちょっと告知動画、あの告知画像ないですけどね、25、26日、館山市で、えー、千葉県の館山市でですね、2日連続で講演をさせていただきます。 26はね、私、まあ、ほぼ単独、単独みたいな感じで講演ですけど、26はジャーナリストの鳥田真利徹さんと、そして、えー、小玉慎一郎先生ですね、兵庫県宝塚のいらっしゃいます。千葉県にいらっしゃいます。あの、これに関しては、あの、僕のメインチャンネルのね、一番新しい動画に告知が入ってますんで、それ見ていただければと思います。はい、千葉県で。はい、8月の25、26でございます。 はい、えー。すいませんね。もう今ね、8分前ぐらいのですね。いや9分前になっちゃったか、ねえー。出しておりますけども。はい。あ、そうですよね。あの、数字を羅列するだけの表って分かりづらいですもんね。そうですね。で、グラフも分かりづらいと思ってて、もっと言うとですね。あのー、見慣れないと分かんないっていうのはありますよ。あの僕もじゃあ、グラフ作ってるからといってね。グラフ見慣れてるかと思えば、他の人が、 作ったグラフってパッと見で何が変なのかとかね、ほらこんな感じになってますよって出されてもね、分かんないですよ、僕でもね。やっぱりあの見慣れるって大事だなっていうのは思ってます。でも同じパターンのグラフをね、えー、繰り出していくということは、はい。はい。ありがとうございます。分かりやすいと言っていただきまして。あとはちょっとデザインをね、もうちょっと凝るといいんですよね、このね、上の部分をね、えー、もうちょっとね、大きくするとかね。えー 皮膚及び皮下組織の疾患とかっていうのをね、ちょっとね、えー、赤、赤、赤でね、赤帯で白抜きとかにするとね、いいんですけどもね、多分ね。時間があればやっていきますよ、そういうのも。あ、ゴミアクタさんいいじゃないですか。全国版チラシとね、地元のグラフのチラシをセットで配ろうかなということで、あのね、こう両面になっていてもいいかもしれないし、ですね。あと、最近で言うと、 これも、フィフズチャンネルでね、フィフズチャンネルで一番新しい動画はそうですけどね、えーまあ、あるものとね、えー、あるもののねあの、グラフってのがありましてね、2020年からのね、3年半分ぐらいのね、あるものが増えたときにね、あるものがどうなってるのかみたいなグラフもありますんでね、それもまた誰かね、何かね、うまいことやってくださるといいなって、あの、僕はデザインの方はね、本当に点でさっぱりなんで、 えーうん、わかりやすくね、ちょっと小綺麗にするぐらいはできますけど、ちょっと素敵な感じには作るね、えー、センスや能力はないので、誰かやっていただくのは大いに結構ですよ。ね、グラフを使ってね。はい。あ、ライトハウスさんね、忘れないうち、忘れないようにやりますね。この配信が終わりましたら、この、えー、動画の説明欄にグラフダウンロードリンクを貼っておきます。 あ、山中先生ね、えー、CBC の大石さん解説と、はい、藤江チャンネルをね、えー、いつも紹介してくださっているということですね。あの、勤務医の先生でいらっしゃいますんでね、医師の方でいらっしゃいますから、山中先生、ありがとうございます。あ、勝ってるっていうのはさっきのね、のりたけさんとのね、戦いですよね。あの、はい。勝ってはなかったっていう話ですね、実はね、はい、ちょっと僕は水増しみたいなことをしていまして。 はい、のりたけさんに負けるな、ね。負けたくないっていうのは、あんまないんすけど、あのね、それよりもやっぱチャンネルを消滅、ね、しないように気をつけながらっていうのと、あとですね、あの、僕今6つですよね、チャンネルが。まあ、実質、6個目はちょっとね、あの、こういう発信とは違うので、実5つ,つですけど、あの、5個のチャンネル持ってて、まあ、助かったと思うことが多々あるんですけどね、やっぱ、 いくつかのチャンネルが公開停止になってしまって、削除されると公開停止になるんですよ。1週間とかね、2週間とか。で、繰り返すとチャンネル消滅になるんですけど、だから、チャンネルがね、いくつもあってよかったなっていうのは、もう多々ありました。ただ、大変さもあって、え、YouTube 今どうだろうこれ肌感覚ですけど、あの、そのチャンネルでね、1週間ぐらい公開がないと、ちょっと YouTube 側からね、多分ね、あの、あ、このチャンネルちょっとサボってるなと思って思われるんでしょうね。で,で、新しい動画出した時にね、 あんまりいろんな人にこう、サムネイル、ね、この動画が出たっていうのをね、あの、お知らせしてくんないっていう、まあ、そんな感じを肌感覚であります。だいたいやっぱり一週間に一本ぐらい。できれば週二本ぐらいは最低でもね、上げた方がね、コンスタントに、あの、YouTube さんがね、動画を広めてくれるんですよね。そのさじ加減 YouTube さん次第じゃないですか。ね、よくあの、動画をね、いろいろ、 他のね、プラットフォームでシェアしてくださる方もいらっしゃって、それも大変ありがたいんですけど、まあ、YouTube さんがね、この動画を広めようってなった時にね、バーッと広がり方、ものすごいんですよね。そういう、まあ、YouTube さんに、えー、選んでもらえる動画になるには、あのまあ、まずチャンネルがね、定期更新、結構細かくですよね。まあ、毎日更新が一番いいんでしょうけど、はいまあ、そういったことを考えながら僕もね、バランスよく配信しております。今日もね、どのチャンネルで配信しようか悩んだんですけど、 フォースチャンネルがちょっと一週間ぐらいですかね、やっぱり、間が空いてしまっていたんで、えー、ちょっとね、YouTube さんに頑張ってるところをね、お見せしたいという。もうどんだけ YouTube に媚びてんだって感じですけどね、忖度して発言してるしね、はい。これがね、ね、えー、削除系 YouTuber の実態ですよ、本当に。情けないですね、もう。はい。あ、そうですね、あの、T シャツ作った、 あうさぎチャンネルさん、T シャツ着てらっしゃったのは,あれは自作だったんだ。自分で作ってらっしゃったんですね。白いやつ。はい。ねね、好きな T シャツ皆さんね、あの、よかったら私,私の、ね、グラフを作ってね、オリジナル T シャツを作って、えー、どっかでね、アップしていただければ私も見つけたらシェアさせていただきますんで。 はい。メルカリで売っていただいた方がいいみたいな、そういう話もありますかああ、なるほどね。なるほどね。もう、もう、自由にね、作った方がね、売っていただいても、あの、このね、えー、デザインも、あ、このデザインも一緒に、そうですね。このデザイン、一応ね、こういう話になったらデザインと、えー、あすぐ出るかな、デザインとね、この販売サイトのリンク先も貼っておきたいと思いますね。 えー、結構聞かれるんですよね。この T シャツ欲しいって。ね、いや、あの売ってるんですよ。買えるようになってますからということで、はい。で、一言申し上げたいのはね、これ私がやってるわけではなくて、えー、っていうのをなんで言うかっていうと、なんか全く関係なくやってるっていうふうに、ね、思われちゃうのはあれ、また違うんだけれどもね、あのうん、あの信頼を受ける方が、ね、やってくださってるんですけども、あのこれ売れたかってね、僕になんかお金入るとか、そういう仕組みはないのでね、はい、そういう意味で言ってます。 なんか、ね、T シャツ売ってたくさんね、あのお金がね、えー、死者がなくなったグラフでねあの、お金がたくさん入ってるらしいなんて言われちゃうとね、また僕が伝えたいメッセージがまたね、あの伝わりにくくなっちゃうんじゃないかっていうのを、ちょっと過度にね、心配して、毎回そんなふうにね、僕は僕が売ってるわけじゃないんですけどね、でね言わなくていいかもしれないけど、言っちゃってるんですけどね。 あ、ゆきかつさんも、ああ、いつもですね。いつもありがとうございます。恐縮です。お世話になっております。お世話になりすぎたかもしれません。ありがとうございます。ナイスパイいただきました。ナイスパイいただきました。はい。はい、井上先生がね、はい、同じシャツね、着てくださっています。はい。これはちょっとね、裏話ですけどね。あのシャツは、あのね、あのー、私が井上先生のチャンネルに出させてもらうときにね、えー、ちょっと、 だから井上先生はね、僕は白で行こうと思ったんでね、井上先生ってやっぱ黒がね、あの、いつもコーディネートの中心ですからね、黒いシャツを一応持って行ったんですね。そしたらまあね、来てくださってね、はい。で、えー、お気に召されたようでね、まあ、あの、まあ、ほぼ定価で買ってくださったんですよ。はい。あの、私が、あのね、ちょっと何度か着たやつをですね、はい。あの、それちゃんと言ってますよ。あのね、あの新品ですとは言ってませんけど、はい、そんなたくさん僕も持ってるわけじゃないから。はい。なのでね、ちょっとね、そういう。 もうまた私がね、私が来、はい、たやつですね。はい、そうなんですよ、ねはい。絆ですね、はい。私の井上先生にとどね、はい。あはい。あのー、ちょっとね、今日ももしかしたらやるかもしれません。6チャンネルで、今日もね、まだやんなきゃいけないことがあるんですよね、いろいろね。でもちょっとね、ああ、でもやんないかな。 あのライブ配信しながら仕事するっていうのはね、結構仕事はかどるんですよ、意外と。あのプレッシャーを感じながらですね。ちょっとそれもやってみたいな。あとね、あの本当にもしかしたら迷惑こむってる方も見てらっしゃるかもしれないけど、本当最近ね、あのいろんなあのこうメールとか連絡いただいてて、返事がね、本当全くできてないんですよ、僕ね。しなきゃなっていうのはあるんですよあのああの。連絡いただいてるなってあるんだけども、 もうね、こういうことに没頭しちゃってると、ちょっと返事でね、にそこに頭を向けて、えっと、そこでまたやり取りするっていうのは、ちょっと僕としてはなんかね、そこの時間がちょっとこ怖いんですよね。今やんなきゃいけないってことが大体常にあってですね。はい。あの申し訳ないです。ちょっとね、今あの、かつてないぐらい最近、あのね、もう全く歩かずにですね、えー、もうパソコンに画面に座ってですね、もう資料作りに没頭するというのは、 続いておりますけど、あの、見ていてはす,すいません。あの、いや、ちょっと、この後見ます。よし、言った。うん、言った。うん、この後ね、溜まってるちょっと返信見ますので、はい、ちょっと待っててください。この後やります。はい。で、この後、やそれをやろうね。溜まっちゃってるからもう。この後、じゃあ動画の説明欄に、このシャツのね、えー、販売サイトなりね、データのリンク先を貼ると、お合わせまして、えー、チラシですね。謎の大量死のね。 この緑色のビアがあるんですけどね、そのダウンロードを貼るというのはね、やります。そして、え、ちょっと滞っていた、え、返事、やりますんで、言った。やります。必ずやります。はい。やりますんで。はい。はい。というわけでね、えー、じゃあ、ちょっとすぐやんなきゃいけないことができた、できたところであの、1時間も経ちましたし、えー、今日はこれをもって終了とさせていただきます。また、日々の更新、毎日更新は続けてまいりますので、 はい、ライブ配信とね、あるいは今日もあってね、あの動画でまとめればね、あの多分10分とか15分の動画になると思うんですけどね、あのそれでね、お見せするのとどっちがいいのかっていうのは悩みどころなんですけど、うん、ただ、そうそう、言っておくと、あの今日みたいにあの、ね、あの後半はまあ雑談みたいになりますけどね、あの伝えるべき情報とかね資料は必ず前半に全部出すようにしてますので、 えー、この5年、ね、アーカイブで見た方がね、これ1時間長いなと思うと思うんですけど、最初の10分とか20分見ていただければ、ね、なったらね、1.5倍とか2倍とかにしていただいて、見ていただければ、あの、伝えるべきものはそこに集中させておりますんで、ね、あの、長い動画ということでね、クリックをちょっとね、躊躇するかもしれませんけど、最初だけでも見てほしいなという思いで、こういう構成にしております。はい。それでは、えー、今回は以上とさせていただきます。はい。 以上、藤井でした。ありがとうございました。ごきげんよう。体に気をつけて、また会いましょう。ありがとうございました。